じゃあ失礼します。はい、じゃあまずパッケージはじゃじゃん、このようになっております。藤本さんもしっかり載ってますね。はい、私いますね。私ね、あのね、本当デビューからずっと乗ってるの。あ、最近そう、本当に。あ、まあ、デビューした当時はデビューしたすぐは乗ってないけど、2,3 年後ぐらいからずっと乗ってるの。すごい、本当ありがたい。何の会長も ねいますし、すずもねいますしね。そうなんですよ、雪姫もいます。アイスから3人もで、タイちゃんもね、レギュラー参戦のタイちゃんとラム会長もいますし、ね、おなじみのねメンバーがたくさん、はい、嬉しい。皆さんはこちらは持ってますか。お、つっかさんのインサートカードが出たよ。インサートカードか、のギラギラのやつ、銀色のやつだね。じゃあ私早速開けたいと思います。初めて一箱目からつっかさん当たったという方もね、すごい、すごいですね。見て見て、そしてこの袋、アナちゃんでございます。キラキラキラ、素敵。じゃあ早速開けちゃっていいですか。これどうやって開けたらいいの。こうだとアナちゃんの顔が取れちゃう。ハッサミ、ハッサミ、ありがとう。これといえばなんかね、思い出すよね。そうですね。いやー、あれもすごかったですからね。皆さんぜひ見てほしい。失礼します。さあ、どんな感じでしょうか。じゃん。みーちゃん、みー選手。おお、かわいらしい。みーって言うとさ、なんかみーちゃんって言いたくなっちゃう。わかります。ね。みー選手、すごい。二文字読みやすい。なんだっけ、声が高い選手ですね。あ、そうですね。アクセスガールズの。はい、そして、じゃじゃん。坂崎由香選手。登場さん。後ろもさ、ポイントだよね、こういう。あ、そうですよね、うん、試合中の、うん、いやー素敵、すごいいいフォーム、本当ですね。こちら松井美沙選手。しかもこれあれじゃないの、特殊なカードじゃない。ですよね、はい、きっと特別なカードで、しかも振袖だと思います、うん、そうだよね、はい、20歳なのかな、はい、もしかして。そうです、そうです。あ、すごい若いんですよね。すごい。あ、2000年ってくるみって何歳だっけ。20歳だよね。はい、2000年です。くるみと同級生。くるみ、すごい。この同級生というこの違いは何なんでしょう。すごい。続いて渡辺智子選手。渡辺さんからたまにいいねいただくんですよ。あ、そうなんですね。ありがたいことに、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃじゃん、続いてハイパー三沢選手。あの、面識は全然ないんですけども、はい、あれですよね、歌城さんとご結婚された人妻レスラー。はい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 、人妻でいらっしゃる、はい、いいですね。じゃじゃーん、マイベストフレンド、アリー。さすがの引きの強さ、アリさん。黒目からすごい。このコスチュームとね、ガウンでリフリボン出てくれました。ね、いやー、もう本当なんかもうこのドッピンクって感じがいいですよね。アリサでございます。これ何枚引けばいいんですか。3袋。はい、いっちゃいましょう。さあ、引きの強さ出るか。このカードを会場に持っていくとサイン入れてくれますか。アイスリボンでは、何かグッズ、はい、お買い求めいただいたときに一緒にカードを出してくださると、はい、名前付きでサインを入れします。はい、いいですか。いいですか。じゃあ続いていきます。メイさん、ミッシェルさん。はい、はい、かわいいよね、うんうんうん、あの、多分違う名前だと。あ、そうですよね。ポー選手に似ているが全くの別人です。おー、なるほど、別人ですね。はい、はい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 、止まりました。はい、お、なんかすごいいっぱい色々出てる。いきます、どれからいこうかな。じゃじゃじゃーん、テクラー。テクラー、イエーイ。テクラ初のカード化なんですよね。めちゃくちゃ嬉しかったよ、ほんとテクラ、ね、おー、ね、いいところが、いい表情、いい。やっぱこれ後ろもさ、あれだよね、本当ですね、後ろがもうすごい見どころですよ。いや、もうどこから行こう。じゃじゃーん、マイドラップキッカーズ、イエーイ。マイフレンド、マイフレンドじゃない、美しい、遥か美しい、すごくない。すごいですね。ちょっとアイスがいっぱい出るよ。出ましたね。やっぱアイス選手多いからさ。はい、じゃじゃーん、松本ひろよ。わー、あれ、ちょっとメインイベントがだいぶ揃ってきましたよ。本当だ、あれ、私、あれこれ松本ひろよわー、からの鈴木鈴、わー、あ、しかもレア
愛い、どうするどうする、これさ、これかわいい、これかわいいよね、裏かわいいですね、チラッと見せるよ、あの欲しい人は当ててね、あ、めっちゃかわいい、これちょちょちょ、母いいの当たってる、いやちょっと引きいいですね、ちょっとメインイベンター結構いるよね、さっきのね、ここまで行くとパートナーはいるよね、あと3人揃えば、そうだよね、そうですよ、さあ藤本さんが、藤本さんを引くのか、いきます、じゃあ、あかね、あー、かねさん出たー、梨の町でみかんの歌で入荷しました、みかみかみかー、梨すごい、金子夏穂選手、選手の方ですね、おー、はい、新しい方ですかね、はい、2020年生まれ、2020年デビューじゃないですか、びっくりした1歳びっくりした、はい、続いて野崎渚選手、ひろやさんと、同期ですね、ありさとひろやさんと同期、いや美しい、はい、ということで続いては花園桃花選手、大阪の方ですかね、結構いろいろ出てるよね、大津さんとか、そうですね、うんうんうん、はい、続いては小石川千恵選手、それもあ2000、あデビュー戦でさ誕生日が分かんなくなっちゃうちょっと私出ないね、出なかったですね、出ないですね、この袋最後ある中森花子選手、有沙と同期、平井さんと同期、ちょっと私出ないじゃない、ちょっと怒りのもう一袋いっていいですか、もう一回いいですか、あ、もう二袋いいそうですよ、はい、いやこれはちょっといいの出てほしいですね、ねえ、あ、私のデビュー戦、私はデビュー戦した長谷川よしこ、よっぴーです、つっかさん出るまで帰れません、出ないな、出ないな、マーシャスラモビッチ選手、ーマーシャさんからもねいいねが来るんですよ、たまに一度以前出ていただきましたよね、そうそう、ピースターだよね、はい、じゃじゃーん、岡ゆりか選手、若そう、仙台ガールズの2003年生まれだって、あれブドウ、うちのブドウ練習生 何歳だっけ、12歳ですかな、そうですね、今中1なんで、ブドウの方が若い、あ、全然若いね、はいはい、うん、17歳ぐらいですかね、はい、続いて真由美未来選手、東京女子プロレスです、若手の選手ですね、出ないよ、続いて愛のゆき選手、出ない、あ、お姉さんだ、そうだ、水森優奈選手、緑、ちょっと私出ないんですけど私が出るまでみんなもね帰れないからね、すごい失速しちゃった感じがありますね、なんであんなにいっぱい出てたのに、じゃじゃーん、新井瑞佳リングアナ、瑞佳さん、鋼、ライディー鋼、じゃじゃん、ちょっとあれれれれ、金子夏穂選手、2枚目出ますけど私は出ません、あ、じゃじゃん、青のミク選手、ミクちゃん、ミクちゃんです、アイスリボンレギュラーさん、先生の方ですね、そしてカオル選手、カオル選手今年引退を公表しましたね、かっこいい、かっこいい、かっこいいし優しいし、かっこいい、カオル選手です、そして尾崎舞花、舞花さん、舞花のこの写真セクシーよ、ちょっとこっち、すごい、なんか、ね、レネミーに加入してベルト取ってからすごいなんか表情とかまた変わりましたよね、確かに確かに、うん、そう、なんか可愛いだけじゃない、出ませんな、出ませんな、もうあと一つにしてくださいと、はい、チャッピーさん指示が出てましたよ、出ませんな、これどうなるんでしょうか、はい、じゃーん、さき様、あお、きれい、さき様、おきれいですね、さき様ですね、からのからの秋野選手、秋野さん、凛々しい、サインも出ないね、本当ですね、
アミクラリナ選手。出ないね、ちょっと。出ないですね。からの、あれあれ、高瀬みゆき、みゆね。出ないよ。あれからの、花ほのり。おお、ほのりちゃん。かわいい。花ほのりです。そして、ダンプ松本選手。わー、出ないよ。出ないですね。出ないよ。今日はちょっと、最初の引きが良すぎてっていう感じでしょうかね。私入ってないのかな、まあ、しかしですね、今回メインイベントにね出場した選手が3人も出たということで、すごくないですか。これはすごいですよ。メインイベンターが3人。あれ今日の主役は現実で我慢してください。現実にいるので、現実にいるので、ここで使わない方がいいっすよ、だって。なるほど、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 なるほどね。そういうことか。そういうことですかね。いや、今回のね、きっとですね、レアカードの鈴、これはいい引きだったんじゃないでしょうか。そうだよね。そうですよ、そうですよ。そういうこともしましょう。他の番組の分がなくなるんでね。そうだね。みんな明日やるもんね。え、藤本さんのカード出ました今年。これ出てない。ちょっと、そんななんかね、もったいぶらなくてもいいよ。いね、私、いつでも出るよ、いつでも。ねえ、うん、もう本人が本人を当ててほしいんですけどね。いや、でもね、前もね、YouTube で、ね、開封動画やったんだけどね、はい、最後の最後まで私出なくて。私だけ出ないってなって、一番最後に出たの松本美也子だった。なんでやねんっつって。もう、逆の引きの良さですよね。そっちじゃなくていいっていう。そうそう。まあね、私のカードは貴重ということで、はい、ぜひ皆さん、カードが出たら、なんだろう。売店にお持ちいただき、藤本さんのグッズをお求めいただき、サインをもらってください。あなたの名前も一緒にお連れします。はい、お、いいことを言われてますよ。ズッカのカードはファンに言ってるのかなって。そうだよね。そういうことです。ここで行けたら届かないもんね。そうです。なんという優しい世界なんです。ベストコメント。もう本当そうです。ありがとうございます。元気出たわ。ねえ。いやー、よかったよかった。よかった。よかったですよ、本当に。うん、いい感じに教わりましたね。そうですね。その良きコメントのおかげで。でね、ありがとうございます、皆さん。ありがとうございます。